ってことで、どうもヒカです。今回もドラゴンクエスト10、転生の英雄たち、バージョン 6.0、続きらプレイしていきましょう。でね、あの後ちょっとレベル上げて、海賊124レベルになったね。うん、もう完全にもう、完走しました。で、強さはこんなもんだな。いやー、斧、つまんね。いや、斧さ、なんか新しいやつ欲しいね。強いやつ欲しいわ。攻撃力900にしたいね。攻撃力と、あと、強さだっけな。なんかその数値で、大砲の威力って上がるらしいんだよね。ネットで調べたんだけど。だからちょっと攻撃力でもうちょいやっぱ増やしていきたいな。まあ、それは今後の課題として。じゃあそしたらこれ終わって、あとは、二つだよね。最初青行くか。なんとなくだけど、青ってさ、あれじゃね、イケメンエルフのいるとこじゃない、時の王者。二代目時の王者ね。いやー、ちょっとね、二代目時の王者、ちょっとかわいそうなんだよな。まあ、それも話あるか。ちょっと、多分これ白王なんだろうな。行ってみよう。一回も話したことないけどね、アストルティアナイトでしか話したことないけども、ちょっとどういう人物かはね、知ってんだよな。どういう歴史上でなんで、まあどういう人物なのかは知ってるから、なんであの人が英雄なんだろうな。二代目でしょ、あれ初代でした。さあ、来たぜ。で、また英雄に出会うのかな、ここで。ここは何の試練場なんだろうな。うん。あ、なんかアジサイとかあるね。アジサイいいな。あれなんか、家具であったら最高だね。なんか人工物、あれだね、黄金のところより多いね。ん？なんて？しか聞こえない。何？崖下からなんか呼ばれてる俺。助けてかな。え、いる？崖下。なんか、誰か死にかけてる？ん？なんだ。うん、オート降りたな。え、いる？誰か。声はしたけど。うん、なんだ？はいはいはい。誰かいるの？ん？お願い、ここから出して。なんか、かわいい何かがいる気はする。なんだ？何者かが壺の中から助けを求めてる。手を貸し、ちょっと貸してあげないっていう選択肢。なんか可愛い声を聞きたい。怖いよ。ごめん。怖いよ。お願い、ここから出して。ごめん、悪いことしちゃった。出します。ごめんな。ちょっと好奇心が。ヒューガーは壺の中に手を突っ込まない方がいいと。何か柔らかい。なんかスライムじゃねえかなって思ったけど俺。なんか女の子かなと思うんだけど、多分ヒューガーは柔らかい何かを思い切り引っ張り上げた。多分スライム系。やっぱりね。プルルーン。プルルーン。おお、プルプル。このままずーっと暗くて怖いままかと思ったよ。ごめんな、一瞬ちょっと無視しちゃって。ちょっとなんか可愛い声聞きたかったんだよ。助けてくれてありがとう。うん、どうも。スラッピー。なんか可愛い。かわいい。え、なんかさ、いいね。え、お前英雄もしかして。マジで？え、あれお優しいのですね。あ、お前天使集会にいたやつ、はい、あれじゃない？あ、リナーシャ。あー、ごめん、リナーシャの、そう忘れてた。まあ、お優しいだけでなく、なんと強そうなお方でしょう。あら、まあ、そんな。さぞ名のある英雄様とお見受けしました。え、そう？え、そう？え、俺そんな強そう？私は、リナーシェと申します。どうも。天聖教に招かれた者の一人ですわ。うん。あなたもそうなのでしょう？そうです。なんかいい人っぽい。いい人っぽいよ、この人。東大の、勇者の名優様。そうです。その高潔なお心と堂々たる佇まいにも、特進がいくというもの。なんかこんな敬意払われるのなんか初めてだからさ。なんか逆に身構えちゃう。え、いいの？え、そんな言わなくてもいいよ、別に。大丈夫。
あなたほどのお方を前にしては、私のごときつまらない女が英雄など、過ぎた呼び名です。いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。私は、戦うことが増えてなのです。あ、そうなんですね。これから始まる紺碧の試練を乗り越えることもできるかどうか。いや、私がお供しますよ。ダメだ。俺には嫁さんがいる。俺には嫁さんがいる。なんかミスターポテトヘッド思い出したけど、俺にはもう嫁さんがいる。そうですわ。どうしましたのですわ。ここであなたと出会えたのも天の導き。どうか私と共に試練へ挑んでいただけませんか。なんかつもたせ。これがなんか歴史をなんか伝説のごとく語り継がれてきたつもたせというやつか。まさかね、こんな綺麗な人に限って、こんな優しそうな人に限って、そんな、はい、喜んで。ありがとうございます。はい、さすがは当代の名優様ですわ。なんと心強い。なんか怖い。なんかこんなに褒められると逆に怖い。助けて、イルーシャ、助けてくれ。セラピーも一緒に行っていい？いいよいいよ。セラピー仲間とはぐれちゃったの。ごめん、セラピーの存在めちゃくちゃ忘れてた。ちょっと強烈すぎて。セラピー、抱っこしていい？セラピーかわいい。もちろんです、スラピーちゃんのお友達を探しながら行きましょうね。行こうね。うん、二人ともありがとう。あ、どうも。うわ、かわいいな、スラピー。この試練場を司る審判の天使様は、最低の聖堂という場所にいらっしゃるとか。最悪の場所なのか。まずはそこを目指しましょう。オッケー、まあそういう最低じゃねえな。うん、わかった。なんかいいね。雨。あいにくすぎる雨。そしてなんか電撃が走っとる。あれ、俺どこ。あ、スライム島ってやつ、あれか。まだ行けないんだよね。ね、アジサイだ、アジサイ。あ、いいね。アジサイって今までなかったよね。あー、いいな。俺これの家具欲しいな。スラピーかわいいね。で、ここの天使さんは、どうしたものか。うわ、あれ、こいつだ。あれ、こいつだっけ、俺のこと批判したやつ。あ、違うか、こいつは、まあ、批判したうちの一人に変わりはねえな。カンティス。カンティス。あれ、カンティス、名前知ってるぞ。プリュンプリュン。プリュンプリュン、かわいい。おお、お前は、あ、知り合いなんだ。あの方が審判の天使様でしょうか。そうっぽいけどね。ちょ、待ってね、撮ってるな。うん、そうだね。思いがけず迷子のスラピーちゃんをお知り合いのところに連れてきてあげられてよかったですね。まあそうだね。そしたら他の人たちも知ってるからね。まあ他の子たちか。よかったよかった。で、俺たちは何をすればいいんだ。そなたは英雄リナーシェ殿だな。俺は、我が名はカンティス、この紺碧の試練場を預かる天使だ。あの、僕、うん、なんだよ。ところでリナーシェ殿、まさかそやつと共に参られたのか。お前ちょっとマジでね。もうやめろ、その偏見。はい、名優様は私とスラピーちゃんを守りながらここまで連れてきてくださったのです。そうだよ、守ったよ。一回帰ったけど。それは結構なことだ。だよ、リナーシェ殿のお役に立ったのなら、たとえそのようなものでも天聖教へ招かれた意味もあるのだろう。落ち着け。こいつよく俺微動だにしないよね。カンティス様、早速ですが試練を始めませんか。リナーシェ、あんまり俺のこと突っ込まないの偉いと思う。マジで。名優様は、偉大なる力を手にするのにふさわしいお方。そうだね。名優様と一緒なら私、どんな試練も乗り越える自信がありますわ。うわ、なんか一言加えて、なんかあいつなんか突っかかってきそう。やだ。うん、いいだろう。言わなかった。紺碧の試練は極めて明快。我が定めし万人と戦い、これに勝てばよい。余裕じゃん。
めっちゃ余裕じゃん。しかし一筋縄ではいかぬぞ、うん、何時らの相手は天聖教でも有数の実力者。ほう、心してかかるがよい。そのようなやつに我が我が負けるわけがない。さあ行け、紺碧の覇者、試練の守り人よ。あれ、あ、もうここで戦う感じ。あ、すら、え、あれ、うん、あれ、スラピーちゃんが、え、試練の守り人。俺スラピーちゃんと戦いたくないんだけど。え、な、なんだよ。何時らがここへ至る少し前のことだ。一、うん、人の英雄が紺碧の試練に挑み、うん、試練の守り人と戦った。え、誰だ。ん、その英雄は恐ろしく強い。瞬く間に守り人を追い詰めていった。あれだ、初代勇者か名勇かだ。そしてとどめの強烈な一撃によって、うん、守り人は8匹のスライムに分裂し、あれ、四方八方へ吹き飛んでしまったのだ。吹き飛んでしまった。ここ建物だよな。ここ建物内でやったんでしょ戦い。吹き飛んだの。だってスラピーちゃん完全に外にいたぜ。しかも壺の中、あ、破れてる。吹っ飛ばされたのね。かわいそうこいつ。スラピーちゃんはそのうちの1匹ということなのですね。うん、残りの7匹はどこにいるんだよ。探してこないといけないか。合体した状態ならばいざ知らず、うん、分裂したスライムたちは弱い。弱い。自力で戻ってくることさえ難しいだろう。そんな言われるまで 言われるほど弱いんだ。このままでは試練が、うん、なんということだ。せっかく天使長から審判の天使という名誉ある役目を仰せつかったのに。お前そんなに焦ってる風なのにここから一歩も外出ないよね。それ何なんだろうね。そうだ、そうだじゃねえ。何時らへは試練の内容を変えるとしよう。二手に分かれ失踪したスライムたちを集めよ。尻拭いじゃねえかお前の。やだよ。全てのスライムが見つかった時点でより多くのスライムを集めていた方を勝者とし、紺碧の試練を達成したものとみなす。なんかやだな。そして敗者は紺碧の試練に失敗したものとする。ね、偉大なる力を与えられるのはどちらか一人のみだ。まあ俺の方が早いと思うけど。でもな、リナーシェみたいなこんな美人を差し置いて俺そんなことしたくないしな。こいつ意地悪だね。殿方は本当に争い事がお好きですわね。あれ、あれ、リナーシェ、あれ、リナーシェ、リナーシェ、リナーシェ。審判の天使様がそう決められたのでしたら致し方ありません。やっぱりこれよりは別々に参りましょう。ああやっぱり、ああやっぱりそういうタイプの人か。ちょっと裏がある感じか。とはいえ、うん、広い試練場をあてもなく探し回るのは骨が折れそうです。そうですわね。ああそれなら、うん、スラピーが二人にいいもの貸してあげる。うん、わかった。可愛いから何でももらっちゃう。なになに。まあ、可愛らしいピアスですね。うん。でも、どうしてこれを。ピアスどこに刺してんだろう。あのね、うん、これを使うと遠い場所にいてもスラピーとお話できるんだよ。うん、あ、そうなの。スラピー、近くにいる仲間のことちょっとだけわかるの。はや。もし仲間の場所がわかったら二人に知らせるね。分かったよ。かわいいね、スラピーちゃんね。ありがとうございます、スラピーちゃん。うん。これであなたのお友達を見つけ出すことができますわ。今ちょっと変な想像したな。これでリナーシェが一人になった瞬間にスライムって嫌いなのよねとか言ったらちょっとな、ちょっとあれだけど、どうなんだろうな。今んとこわからん。でもなんかその可能性もなんかゼロではない気がしてくる。なんかさっきのあのキルって言っちゃった。キルルが混ざった。ごめんなキルル。なんかそれ系ありそう。名優様、はい、片方ずつお借りしましょう。わかった。え、俺のこともなんか思ってる？え、なんかやだな。え、なんか、え、いいけど別に。え、あ、やべえ、全然アイテム読み見てなかった。ああ、似合ってるけど大丈夫？そこつけて。え、そこつけていい？名優様、はい。私があなたとの勝負に勝つなんて
夢物語に近いのかもしれません。ちょっと待って、うん、けれどけれど私なりに頑張らせていただきますね。うん、怖い、なんか怖い、もう怖い、なんかやだ。助けて、イルシャ、助けて。なんか裏が、人が、裏が、顔が。あやつに勝ち目などあるものか。お前ファラスと同じ髪型だからってお前容赦しねえかんな。覚えてろよ。大事なものの中にあるプルプルスラピーを使ってスライムたちの居場所を教えてもらおう。わかった。の前にちょっと一回ごめん。やばい。ストレス値が上がってきたから。ストレス値が上がってきたからちょっと一回。これからもずっと大好きよ。イルーシャより。大好き。もしもし、スラピーです。怪我に仲間の場所を押します。天類の大水源にある水防橋のあたりに仲間が一人いそうだよ。今わかるのはそこまでです。ヒューが仲間のこといる。オッケー。水防橋あっちね。どう行くのあそこ。やっべ、勝ち目がないけどって、なんかやだな。本性見たくねー。幻想を抱いたままでいい。あ、いる？あ、いた。見っけた。まあ待て、いじめないで、俺、すぐ悪いセラミじゃないんだって。俺のこと探しに来てから、助かった。最低の生徒に戻れなくて困ってたんだ。俺の名前はスランジ。あなたについていくよ。よろしくな。おい、よろしくな。やった、スランジ。まず1匹目だな。8匹中1匹でしょ。プル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 。あ、電話かよ。プルプルスラピーがプルプルしてる。ヒューガがスラピーの子に耳を。風向きだ。もしもし、僕、スラピーですが、ヒューガ聞こえる。うん、聞こえる。よかった、それで仲間を。あ、ヒューガがスランジを見つけてくれたんだね。ありがとう。おー、いいよ。あのね、スラビー、または仲間の場所分かった。お、どこだ。天類の大水源の東の方、狭くて暗い場所にも仲間が一人いそうだよ。スラビー、このこと、リーナ氏にも教えてあげるの。それじゃあ、ヒューガ、バイ、おー、オッケー。あっちね。じゃあ、そっちに飛んでいくか。東だな。こっちか。あ、ムービー入ったな。あー、やばい。リーナ氏の本性が見えんじゃないか、ちょっと。え？見られてるか？違うか？あ、いた！けど。ん？ん？何やってんだ？探してる？ん？え？何？まあ、盟友様。はい。あなたもスライムさんを探しにいらっしゃったのですね。そうです。私も、この洞窟を調べようかと思ったのですが、はい、服が汚れてしまいそうで悩んでおりましたの。あ、そうなんですね。盟友様は進まれるのですか、でしたらどうかお気をつけて。え、なんか含みがある。何？え、何？なんだ、え、なんだ、え、どうも、プルプル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 、許せんな。ゴーストかい。ここは我らの住みか。聖者が足を踏み入れるなど許せんな。あ、ちょっと通ります。全然避けられる。あ、待て、いる。こちらです、スライムさん。おい。あ、ちょっと。いや、やってる気がする。やってる。殺して絶対やってるよ。助かった。あんたも英雄さんかい。うん。はい、リナーシェと申します。スラピーちゃんのお友達ですね。あなたを探しに参りました。うん。オラはスラローってんだ。スラロー。吹っ飛ばされた先で魔物に追いかけられて、なんとか洞窟に逃げ込んだんだけどよ。うん。こいつもなんかこいつ怖いな。そこにおっかないお化けがいるんだもの。動けなくて困ってたんだわ。うん。それは大変でしたね。けれどもう大丈夫ですよ。
大丈夫ですね。あれだけど、あっちの英雄さんは助けなくていいのかい？ああ、見え隠れしちゃうやつだ。ああ、見える。あの方のことは心配ありませんよ。かの勇者の盟友が相手でも、魔物の方が気の毒になるほどです。なんかが見える気がするよ。はあ、さすが英雄さんは頼もしいな。そんじゃ、リナーセちゃん、オラを連れてってくんろ。わあ、ええ、喜んで。うわあ、そのハートなんだよ。怖い、怖いよ。なんか怖い、なんかやだ、怖い。これでいい人だったらどうしよう。かわいそうだね、本当に。あ、消滅までしちゃった。もう後の祭りってやつだ。あーいなくなっちゃった。誰もいない。どうやらスライムはリナーシェについていたようだ。あはは、膝落とした大魔王が。あー、やべえ、膝を落とさせやがった、あのリナーシェ。